2ボール2ストライクです。大学の時にこうバットをこう少しこう手首をこう動かしたりとかリストワークとかありますけど、やはりこうプロに入ってそのボールプロのバッター、プロのピッチャーをこう打ち返すためにはそういう無駄な動きをしないようにしなきゃいけないということをもうやり始めてるのかなと思うんですよ。ほうほうほう。5球目打ちました。右中間だ。センターが追った。抜けるかな。初打席が初安打がロングヒットが3ついけるかな。3つ行く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 。三塁打になりそうだ。余裕のスリーベースヒット。いや燃える QVC マリン。高めの球を思いっきりヒッティング。右中間を深々と破りました。石峰、初打席は三塁打です。ジョニーさんが打席に入って、はい、いずれ将来ロッテの外野の主軸看板を背負うよというね、はい、先ほどねあの楽天の三輪投手の話しましたけど、はい、今石峰選手のねスリーベースを見立つ瞬間ね、ゾクゾクときました。なるほど。で今のスリーベースもね、二塁を蹴った瞬間に一瞬止まろうかなと思ったぐらいなんですよ。でもそれでもあれだけのスピードはあるわけでしょ、はいはい、相当足速いですよ。なるほどね、はい、となるとですね、もう一度繰り返します。ロッテの外野陣というのは、うん、はい、清田もいて岡田もいて、この石峰も入って、大変ですよこれ。